2月5日じゃない。普段一度も気にしたことがないけれど、言われてみると感じるこんな疑問。パパできた。ん？そこ間違ってるぞ。いつじゃないの？だ、ん？違うんだな。ズバリ are。え、それって複数形じゃん。you って一人だよね。なんで？ん？あ、ちょっと休養が。ええー。2月5日じゃない、どうも韓国に住む国普通の韓国人ガチャンです。のっけから何2月5日って。いや別にガチャ誕生日、はい、すいません。何の日かって、そりゃまあ地球上でおそらく最も歌われてるこの曲がぴったりな日ですよ、というわけでして、前回はまたもありがたくも大好評でした B 同士について、英語戦士の目からは鱗が落ちるお話をさせていただいたじゃないですか。ここでようやく B 動詞の正体が何なのかは分かったけれども、じゃあ今度は肝心の M is R って一体何なのってのが気になる順番じゃないですか。コメント欄にも、ね、なんで U に M とか S じゃなくて複数形の R がつくのなどの質問がちらほら見えたりしましたので、ね、特に今週はバースデー特別週間ってことで M is R の生まれた経緯なんかについて私と一緒にタグってみるのも面白いのではないかと。だって B 動詞っていう割には、蓋を開けると M is R って B なんて一文字も関係ねえじゃんってポカーンとなるわけですよ。すると英語習いたての時点で英語って意味わからんとマイナスの先入観が生まれる人も実際大勢いるわけじゃないですか。それなのにもかかわらず B 動詞の扱いって通常はどうですか？ B 動詞の説明に1ページ以上使いますか？そんな見たこともないでしょう。せいぜい認証ごとの種類の表を見せて終わるじゃないですか。そこを実に残念に思うわけですよ。と掘り進んでもいいじゃんって話ですよ。確かにこういった経緯について探ることが英語の点数アップにめちゃくちゃつながるかと聞かれたら、そうとも言えるし、そうでないとも言えるでしょう。どういう意味かって、こういった内容自体は別段直接テストに出るわけではないか。ただしこういう考え方を持っているかいないかで、スタート地点の深みは全然違うだろうとは思うんですね。皆さんが英語習いたてのド基礎の時点でこういった思考に共感しておくと、それ以降がだいぶ違ってくるんです。より一層立体的で柔軟な思考で英語にどんどん好奇心が持てるわけですから。好奇心と自信を持って英語をスタートするのと、ただ何にも考えずテストのために英語を教わるのとでは、そうですね、親に連れられて知らない国へ無理やり海外旅行をさせられるのと、興味があって事前にいろいろと調べておいた国に自ら探検しに行くのと、くらいの違いはあると思うわけですよ。そりゃだいぶ差が出るはずですよね。ただし由来を探ってみるとは言いましたものの、ぶっちゃけ学派や解釈によって見解も様々な言葉の起源をですよ、 B 動詞を作った長老をお招きできるわけでもなければ、その全ての歴史に関して私も長けているわけではございませんのでね、歯もどれが正解かのごとく断定してしまうのもあれなわけでして、そして何よりも皆さんがですよ、英語というのはタイズ民族で形成されたものではなく、ゲルマン民族の言葉はバイキングやサンスクリットに影響を受けて途中フランス語などの介入が入り、なんて歴史の授業を見たく自分を追って長々長と喋られても困ると思うんですよ。おそらく今求めてるのはそんなことじゃないと思うんですね。皆さんが知りたいのは歴史的真実の方よりも実質的に英語が面白く感じられる解釈の方だと思うんですね。じゃないですか。事実に基づいた難しい過程の話よりはむしろちょっと乱暴でも考えると面白くないと言いをつくような解釈を共有したい。ですから今回はこれが事実であると捉えるよりは、そう考えることもできるのかと膝を打てるような皆さんの思考を柔軟にするのに役立つガチャン印の脳へのワックス掛けだと思ってください。このなるほどの思考が皆さんの脳をも柔らかくして、ゆくゆくはきっとためになるであろうと信じております。では早速先週のおさらい。 B 動詞ってなんで必要なんでしたっけ？つまり文章だから。つまり文章には主語と述語がどうしても必要だからでしたよね。でもって表現したいのが動きの場合には do をくっつけてそれを述語にしてあげればいいけれど、動きじゃないものを表現したい場合にはどうしても述語を作ってあげる必要がある。そんな時に召喚するのが B 動詞。すなわち B っていうのはイコールであって
実はそれ自体にはこれといった和訳があるわけではなかったというお話だったじゃないですか。要するにざっくりとした意味は持っているけれど、それ自体だけでは 100% 当てはまる和訳があるわけではない。ちょっととした生身の状態、こういうのを原型っていうわけですよ。そして B 動詞における B って単語もそういう状態ってこと。で、その原型って状態にいつ起こったことなのか、つまりは時世という情報と誰がしたことなのか、つまりは誰とのイコールなのかという情報をかぶせたもの、つまり時世と誰という情報の服を着せたものが皆さんご存知エミズアーだったってわけですよ。例えるとしたら B ってのは裸の状態、そこに時世と誰という情報の服を着ておめかししたのがエミズアーだとかってこと。そりゃ真面目な人たちは。でも B とエミズアーの起源は厳密に違うんですけどねみたいな話をしたがるものですが、それ言っちゃうと長い長い。こう見えてもそぎ落とせるもんは泣く泣くそぎ落として超最大限にコンパクトにしてるつもりなのになお長いって言われてしまうガッチャン動画ですからね。こうって長々と、その昔 B のつくいろいろな携帯の B 同士がもともとあったんだけど別の地域で使われてた M とか E とかあったのが混じってきて、しかも R はもっとそれ以降に触って過去形はまた別の地域でとか話していくと、なかなか聞いてて辛いと思いますのでね。そんな重箱の隅をほじくるような単語の合流話はよしって、もうちょっと素直に考えてみましょうよってことですよ。ズバリ、なんで一人称は M なんだろう、なんで複数形は R なんだろう、なんで三人称はイズなんだろう、なんで U が複数形なんだろう、などなどの最もシンプルななんで問題。ちなみに B 動詞をイコールとみなそうという話をしたのですが、実は前置詞の特集でもイコールに値する前置があったのを覚えてますか。そう、これと M とが起源的につながってるとみなす説もあるようですし、それもそれで面白いのですが、もっと原始的に接近したいと思います。その昔ユーラシアのルワンダ語には女性たちの群れを表す単語が M と非常に近い発音をなしておりまして、これが M の起源じゃないか説もあるわけでして、でもここでもうちょっと踏み込んでみたいと思います。ちょっと考えてみてくださいよ。女性といえばですよ、日本でも古来から女と関連したものには目とつけるじゃないですか。そしてさらにその発音形態ってごく普通の韓国人である私が感じるにとある韓国語の単語とも通ずるんですよ。しかもそれはなんと現在の英語においても全く同じ意味で通ずるもの。あれは何かと言いますと、韓国語だとおんま、現在の英語だとまあ、そう、まあ、お母ちゃん。だってほら、一人称、つまり私という存在はどこから生まれたかって話ですよ。ガッちゃんが2月5日にどうやって生まれたかって話ですよ。ママからでしょう。によって一人称は存在するんじゃないですかいって話ですよ。ってのが実はそういった経緯じゃないですかいって見方ですよ。だからこそってのが唯一無二の一人称固有の存在のみに使われる何よりも特別な単語だということ。こじつけなのか 100% の事実かはさておいても、もう母親が由来説、なんだか説得力はある気がしませんか。なんだか狐につままれたような気分だけど、じゃあ R っていうのは何が由来なの。はい、そちらに関しましても私は歴史的に確実な事実の証明まではできませんので、ちょっと乱暴にもこう考えております。皆さん、あって何ですか。一つのって意味で使われるじゃないですか。そんなあがブリなんですよ。そう、あがブリ、リピートなんですよ。一つが繰り返されるってことはどうなりますか。一つが繰り返しのかったら複数になるでしょう。だからこそ一つじゃなく複数のものにくっつくのが R、
あ、そのリじゃねえよって、古代の人に突っ込まれるかどうかは分かりませんが、なかなか面白い喧嘩じゃないですかね。もう一度言いますが、今回の動画は事実基盤よりもどうせ大昔のことだし、すひりするならこうも考えられるよねという方のワックスがけです。もちろん、あといえば代表的な忍者はこれですよね。ユ、これ一人のくせになんで複数系扱いなのって長年の謎。でも皆さん、あなたって本当に一人だと思いますか？え？って感じですよね。いやだってあなたって言ってる時点で一人ですか？私と一緒にいるじゃないですか。私が言ってこその話し手がいること大前提じゃないですか。誰もいないのに一人であなたって概念存在しますか？って話です。はっとしますよね。つまりユウってのが複数形扱いなのはあなたたちって意味も込みだからじゃなくて、そもそもが一人じゃないんです。話し手がいなくて一人ならば第三者もしくは私にしかならないでしょ。そりゃ指さされてるあなた自体は一人の可能性もありますよ。一人の可能性もあれば二人以上の可能性もありますよ。でも一人だろうが二人以上だろうが、あなたは今私ありきであなたなんです。概念としては一人じゃない、だから単数として扱わない。これでようやく納得ですかね。 You am でも You is でもなければ You are なわけ。これぞ脳のワックスわけ。脳を柔軟にするってのはこういうことじゃないですかね。とっくに気も止めなかった意味不明に関してちょっと着目点をひねって考えてみること。そうだから今回は他でもないそういう思考に触れてみてほしかったわけですよ。私の前々回の動画にて三単元の S がなぜつくか問題を、寂しいの S、 あいつら一人寂しいからつけんのなんて無理やり超絶わかりやすく結論付けちゃったのも、結局はこういった柔軟というか変な思考から生まれたわけじゃないですか。あ、ちなみに他人称の B 同士がイーズってのも私に言わせればそれと同じです。寂しいからです。だって S でしょ。寂しいやつらにはアイスつけて寂しくなくしてやるんです。てな感じで美容師がエミゾーのわけについてちょっと乱暴な解釈も交えてのお話を進めてみましたが、まあ、要するに元は B 同士ってのはそれぞれの認証ごとに本当に B のつく様々な形の単語だったから、その名の通り B 同士と呼ばれていた。いろんな言語と混じっていくにつれ B のついてた本場の B 同士は歴史の中で消え去り、今に至るまでエミザーだけが生き残った。だから意味不明になったというわけです。だから B 同士って呼んでんのになぜかどれも B と全然関係ないわけですよ。そういうことでした。ではこの辺でそれじゃあ B 自体はどんな時に使うのって疑問が残りますよね。母に見かけるよ B 使われてんのって思いますよね。これをおそらく一般的な授業ではこう習うでしょう。命令形だとかアジュ同士と共に使われる場合、まあそれでも良いのですが、私からもっとずっと原理的に分かりやすく言わせていただきますと、先ほど B ってのは何と言いましたか。原型と言いましたよね。素っ裸と言いましたよね。ここに人称と時世の情報という服を着たのがエミザーだと。じゃあ逆に考えてくださいよ。人称と時世の情報が必要な時にエミザーになるんでしょ。じゃあその情報がいらない時、すっぱだかのままの方が使い勝手が良い時、そんな時に使うんでしょうよ。すっぱだか、つまり原型の B は。もっと具体的に言いますと、例えばこんな文章があるとして、認証の情報を取ってみてくださいってことは愛を抜くわけですよね。すると同時にどんな情報がなくなるわけですか。認証の情報がなくなるんですよ。じゃあ認証の情報もないのに縁なのっておかしいわけじゃないですか。こんな時に使うのが B なんですよ。つまり認証の情報がない時に使うもの、これが原型。ちなみに命令形ってのはどう作るんでしたっけ。主語抜いて動詞を頭に持ってきちゃうんですよね。でも主を抜くってことはどういうことですか。認証を抜くって意味でもあるじゃないですかね。認証の情報を一旦抜いたんでしょ。だからこっちも認
証の情報を一緒に取り除くんですよ。だから認証の情報のない状態 B になるわけなんですよ。すると情同士が一緒につく場合は B を使うっていうのは何でしょうか。そんな時の B ってのはビカーンと考えましょうよと、すなわち丸々になるという意味で考えましょうって見方もありですが、今さっきのようにより本質的に捉えておくともっとシンプルに理解できるかと思いますよ。要は素っ裸ってことなんです。時世と認証という服を着てないじゃん。でもって情報士が一緒につく場合ってのは大概意味的にタロアだのつもりだのカマだのできるだのとりあえず時世がはっきりしてないものじゃないですか。と続いてる今だとかではないでしょう。そうだから時世の縛りのあるエミザを使わずに時世の情報の縛りのない原型の B を使うわけです。要するに認証の情報がない時もしくは時世の縛りにとらわれない方が有利な時に B という自由人な原型が使われるってことでした。はい、それともまさかと思うので今更ですが、私は I であなたは U でみたいな知識はさすがにある程度ご存知ですよね。私は I、 あなたは U、 あなたたちも U、 彼は He、 彼女は She、 彼は They、 こういうのは大丈夫ですね。じゃああなたと彼だと、それは They、 じゃあ U、 いやあなたと彼なんですから質問された立場的に考えてくださいよ。 We でしょうってのはちょっとずるい引っ掛け問題でしたとさ。ではでは、そんな引っ掛け問題ではなしに真面目な問題として、僕はドラえもんですを英語で言うと I am ドラえもんですよね。でも僕ドラえもん、これだと I am ドラえもんじゃないんですよ。なぬって感じですよね。今回はそんな知らんかったとうなるような役立つお話をビデオにて続けてまいりましょう。そして本当は一人じゃなかった You についても、じゃあ英語的には一体どんな感覚で You を認識しているのかというお話など、 YouTube では分量的に削ぎ落とした認証に関する面白いお話をより詳しく進めてみたいと思います。そして YouTube の皆さんとは来週も目から鱗な基礎のお話の残りをまたなるべく楽しくお話しいたしましょう。今回に関しましてはバースデー特別週間だとかいうくだらない面目でちょっと変わった視点での誕生話というか由来の捉え方みたいなのを披露したわけですが、はてどこからどこまでが絶対的な真実かなのかよりも、こういう考え方もありなんだなという不思議な経験の一つとしてでも頭に残しておけばちょっとは英語への思考も柔らかくなるのではないかと思ったわけでした。内容的に絶対正しいかどうかは別物ってことでしたね。でも何でもそう、ぶっちゃけこの世に絶対なんてないわけですよ。100% 絶対なんて医者も決して口にしないわけですからね。この世の中で10000%絶対と自信を持って断言できるのは もう多く見積もっても2つだけでしょう。人は死ぬってのと、死なない限り人は老いるってこと。絶対そりゃ10代の時とか、まあ老けたくないなんて乙女なことも強く思ったものです。この2つが10000%絶対なんだと自覚してからはまた1年無事手を入れたことにただただ感謝するようにはなりました、ね、しかし老けて嬉しいなんていう悟りの境地にまではさすがにまだたどり着けませんですけどね。体は老いていくのに中身がそのままなのがもっと怖いわけですよ。実際の年齢と中身の精神年齢が年々離れていく、この感じいくつになっても驚くほど内面ガキのまんまですからね。中身はいつ本当の意味で誕生日が迎えられるのやら。まあそうは言っても本当にちょっとだけなら、ちょうど10年前のブログ時代なんかと比べたら多少は成長したかもしれないこともちゃんとあるもので、その昔の私を思い返せば主に何を悩んでたかっていつも人の反応、人の目を気にしてばっかりだったような気がする。だけどその頃より1日でも多く生きてみてようやく分かってきたのは、その全てがなんてどうでもいい悩みだったんだろうってこと。そうだ、悩むべきはどう思われるかじゃなかったんだと、どう力になれるか、それだけでよかったんだ、どう見られるかの結果なんて知らん、ちょっとでもたとえ一人でもためになることができるような原動力を追いかけるだけでいいんだと、またどんどんいろんな人に見つかって恐ろしいほどたくさんの人に見られてる。それなのに今は不思議と怖くない。
これはようやく少しは半人前の大人に近づけた証拠なのだとしたら、あさって34のクソは基本嬉しいですね。評価知らん、どうでもいい、どう思われたっていい、ただ助けになりたい。